強さと階級が逆転することが多々あるんですね。どうも、S です。今回なんですが、自衛隊で階級が関係なくなるもの4選というテーマでお話しします。自衛隊は階級社会で、上官からの命令は絶対な組織になります。しかし、そんな自衛隊の中で唯一、階級や入隊年が関係なく序列が決まるものがあるんですね。というのも、自衛隊では戦技というものがあり、その戦技は強さのみが序列を決めることになるので、階級や入隊年に関係なく結果がいい人が上になります。今回は自衛隊の中で下克上が起こせるものを4つ紹介します。このチャンネルでは自衛隊に関する動画を投稿しているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。まず最初が持続走です。持続走とは自衛隊では長距離走のことを指して言うのですが、種目はいろいろあります。例えば体力検定の 3000m 走や武装走、教育隊なんかでは 5000m 走や障害走なんかがあります。で、部隊配属した後なんかは武装走などで階級関係なく序列が決まることがあります。というのも武装走競技会というものがあって、そのルールにもよるのですが、各部隊はチームを編成したりします。このチームは練習の強度を合わせる目的だったり、速い人が遅い人をサポートできるようにしたりなど様々なのですが、このチーム編成には階級が関係なく、速い人は上、遅い人は下となり、中には二等陸士がチームの中心選手で、一等陸尉がその二等陸士に引っ張られながら走るなんてのもあり得るんですね。また明確に序列が出るわけではないですが、体力練成の時間のインターバル練習とか、体力検定の 3000m 走なんかは、先輩隊員は後輩に負けたくない、後輩隊員は先輩に勝ってやりたいみたいな感じで、自分の名誉のためにガチで勝負している人も多いです。あいつに勝った負けたが階級関係なくプライドとして許さないところがある人もいるんですね。ちなみに私は割と走るのが得意な方だったので、結構こういうのは気にするタイプで、マジで後輩陸士にだけは負けたくない一心で頑張ってた時期もありました。私がいた部隊の定年間近の上級陸曹で、イケイケの若手陸曹にはさすがに負けちゃうけど、陸士になんか負けてられっかと言って毎日自主練をして、武装走競技会で分隊長をやってる人なんかもいました。あれは本当に陸曹の鏡みたいな人でしたね。続いてが射撃です。射撃も下克上できちゃうんですね。特に検定射撃や射撃競技会なんかでは階級関係なく序列が明確に出ます。検定射撃はいろいろな撃ち方、いろいろな武器での射撃がありますが、ほとんどの隊員が年に1回は検定射撃を行うことになっています。その時期になると総士幹部関係なく明確に点数と等級が出て、射撃終了後に部隊の掲示板に結果が貼り出されたりします。その時に上位から2士、士長、1士とセンス抜群な陸士が上位を独占することもあったりするんですね。逆に上級陸曹や幹部が球外なんてこともあり得るのが射撃の恐ろしいところです。また射撃競技会では各部隊対抗で点数の合計などを競ったりするのですが、リアルタイムで結果が張り出されていく時もあり、自分の射撃が終わった後なんかは目標以下の点数だったらどうしようとか、マジでヒヤヒヤしていました。射撃競技会とかは練習では爆当たりしてた人が全弾まとまって外すなんてことがありえますからね。この射撃競技会も陸士がいい点を取って、陸曹や幹部が悪い点を取って足を引っ張ることが全然あります。射撃は過去の射撃の経験値がものを言う場合があるのですが、努力次第で一目置かれる存在には間違いなくなれます。ちなみに私も入隊1年目の一士の頃に射撃について研究して、戦闘射撃競技会の中隊選抜射手に選ばれて、まあまあいい活躍をして5級昇進をもらうことができた思い出があります。射撃は本当に階級関係なく活躍できる可能性があります。続いてが中堅道、徒手格闘です。自衛隊では射撃などの戦技の他に銃剣道、徒手格闘といった武道も戦技にあります。で、これらについても強さと階級が逆転することが多々あるんですね。銃剣道、徒手格闘には訓練隊というものがあり、アスリートのような感じで一定の期間この訓練に時間を当てるような隊員もいます。
最初は素人同然で訓練隊に参加する人が多いのですが、中にはセンスが爆発して一子ぐらいで陸曹に混じって連隊の選抜メンバーに選ばれるような隊員もいました。銃剣道は割と場数がものを言うところもあったと思うのですが、徒手格闘は恵まれた体格とパワーとセンスで一気に上り詰めた後輩がいました。またこの銃剣道、徒手格闘についても各部隊対抗で競技会があったりもします。私がいた部隊では対戦方式は同じ階級同士で対戦するルールだったりが多かったので、力士が幹部を倒すなんてのは練習以外ではなかったのですが、部隊対抗の総当たり戦なんかになるので自分の戦績が明確に出るんですね。4勝1敗だったとか5戦全勝だったとか、その戦績でチーム内の序列が明確に出たりもして、西の部で全勝だった人とかは結構評価されてたりはしていました。ちなみに私はこういう格闘技系はめちゃくちゃ苦手で、入隊1年目の時に人がいなくて選手として銃剣道競技会に駆り出されたのですが、1勝4敗でボッコボコにやられた思い出があります。けどチームのみんなは私のセンスのなさに気づいていて、全敗も覚悟していた中1勝を勝ち取ってきたので、なんか褒められはしました。私みたいにセンスがないと持続走や射撃でなんとかもがかないといけないのですが、武道や格闘技の経験やセンスがある人なんかは本当に活躍できる戦技だと思います。続いてが行軍です。行軍とは徒歩行進訓練のことを言い、前に紹介した戦技とはちょっと違うのですが、行軍はサイレント下克上を生み出したりもします。行軍は荷物や武器を持って徒歩で長距離を移動するものになるのですが、目的は隠密潜入であったり車両が入れない場所への潜入だったりと様々です。で、任務によって経路、荷物の量、運ぶ資材、武器なども変わってくるのですが、中にはまあ過酷な行軍になることもあるんですね。そんな行軍になると中にはバテる隊員が出てきます。このバテる隊員というのは正直なところ階級関係なく発生して、若手の陸士の場合もあれば陸曹幹部の方がバテちゃうなんてのもあります。で、バテた隊員はどうなるかというと、安備で拘束されて行軍終了後に合流するか、荷物を別の隊員に持ってもらってなんとか歩き切るとかになるんですが、この行軍でバテると結構肩身が狭くなっちゃうんですね。行軍の後に攻撃や防御といった任務が開始するのですが、みんなが行軍後で汗まみれのところ乾ききった迷彩服と疲労も取れた顔で合流するので、まあ居づらくはなると思います。またそれが部隊を指揮する立場の人とかだったりするとちょっと立場ないですよね。バテる原因というのは熱中症対策が甘かったとか、純粋に疲労や体力不足だったり怪我や体調不良など様々ではあります。中にはいやそこは無理するなよというような仕方ないのもあるのですが、やっぱり訓練を途中離脱すると威厳がなくなってしまうというのは雰囲気的にはありはします。行軍は戦技ではないため明確に順位や序列が出るわけではないのですが、新隊員の西が歩き切って元気に任務をこなしているのに陸曹の自分がバテて途中離脱なんてしてしまうと、やっぱり指揮命令系統に違和感が出てきたりするので、気合い入ってる上級陸曹なんかはバテても意地でも安備に乗らない人なんかもいました。ちなみに私は1年目の陸士の時に2回バテてます。恥ずかしかったですね。自衛隊には階級や入隊年数に関係なく順位や序列が出るものがいろいろとあります。そこを押さえておけば部隊内での評価につながったりするとも言えます。東北や北部方面の方だとスキーもそうでしょうか。視聴者の中でこんなのもあるよっていうのがあればぜひコメント欄で共有してくれると嬉しいです。それでは本日はこれにて状況終了です。